皆さんこんにちは、ビーレジェンの小林です。今回はダンベルベンチプレスなんですけども、このバンドを使ったダンベルベンチプレスご紹介させていただきたいと思います。なぜこのバンドを使ってダンベルベンチプレスをするかといいますと、ダンベルベンチプレスですね、非常に大胸筋を大きくしていくのにはおすすめな種目なんですね。まあ、ダンベルベンチプレスの、ね、動画でも言いましたけども、上げていくにつれてこうバランスを取るために大胸筋をねぐっと絞り込んでいくような軌道になるので、自然と大胸筋に負荷が乗りやすくなるので、ベンチプレスで大胸筋効きにくいとかね、その補助として大胸筋もっとね効かせたいっていう方に非常におすすめのトレーニングなんですけども、フリーウェイトの弱点として上げ切ったところで負荷が抜けてしまうということがあります。それを解消するためにこのバンドを使っていくことで、しっかり上げ切ったところでもバンドの負荷で大胸筋から負荷が抜けない、そういう状態を作ることで、よりね大胸筋に大きな刺激を与えることができるトレーニングになります。ぜひ試していただければと思います。でやり方なんですけども、こういうねバンド用意していただいて、ちゃんとループになってるやつがあればよかったんですけども、今手元になかったんで他のねバンドで代用してますけども、こういう感じで、まあ、1回クロスさせるような感じで手にかけておいてください。でこれを背中にこう回していただくとちょうどいい感じに止まります。上からですねこう通していただくと、これだけでも結構ねいい負荷になるんですけども、ここからダンベルを持っていただいて、バンドがずれないように気をつけながら、ギュッと、やっていただくと、このしっかりね、上げ切ったところで、バンドの負荷が残っているので、大胸筋から負荷が抜けずに、上げ切ったところで大胸筋にしっかり継続して負荷をかけることができます。はい、今回はですねバンドを使ったダンベルベンチプレスご紹介させていただきました。まあ、同じようなやり方でもちろんバーベルのベンチプレスでもできますので、興味のある方はねぜひ試しにやっていただければと思います。普段のねダンベルベンチプレスとはまた違った刺激がね大胸筋に来るのが分かるかと思いますので、試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。